皆さんこんにちは、はーちゃんです。今回は島村での購入品を紹介していきたいと思います。久しぶりに島村に行って可愛いなって思ったものを購入してきました。ではね、早速紹介していきます。はい、まず一つ目がこちらになります。こちらの枕カバーを購入してきました。こちらはサイズが 28×39 ということで、まあ、サイズ見ないで買ったんですけれども、まあ私今使ってる枕が自分に合っていない気がして、ちょうどね枕欲しいなって思っていたので、あの枕カバーをとりあえず買ったって感じで、まあ今の枕に合わなくてもこの枕のカバーに合うものを買おうかなって思うんですけれども、え、ちっちゃ、え、待って、ちっちゃくない、え、どうしよう、ちっちゃい、はい、こんな感じです。めっちゃやばい、ちっちゃいんだけど、サイズ見ないで買ったのがもう大バカでした。こんな感じです。え、今使ってる枕よりやばい、ちっちゃい、どうしようどうしよう、まあいいや、こんな感じです。この柄がすっごい好きで、私この柄が欲しくて買ったんですけど、想像してたよりちっちゃかったですね。まあしょうがない、このサイズにこれを使いたいので、ちっちゃい枕にしようと思います。今後ちょっとどうしようかな、まあこんなちっちゃいのは、まあ、子供用のカバーなのかなと思うんですけど、まあ可愛いのでこちら使いたいと思います。480円っていうのがね、すごい安くてね、島村本当にさすがだなって思いました。続いて2点目紹介していきます。はい、こちらになります。こちらのセンターラグというものを購入しました。こちらは正方形のものもあるみたいなんですけど、私の行ったお店にはなかったので、まあ、長方形を買ったんですが、正方形のものは2000円でした。この長方形のものは3000円ですね。まあでも3000円でもうこんな可愛い絨毯が買えるならって思って、すごいね、島村って本当に安くて可愛いものが売ってて嬉しいですね。で、最近よく島村サンリオって調べるといろいろね出てくるんですけど、すっごいね可愛いものいっぱいなんですよ。今島村とサンリオがもう可愛い商品いっぱい出してて、すごいこの柄が可愛くて買いました。今使ってる絨毯が花柄の絨毯なんですけど、絨毯ってなかなかいい絨毯がなくて結構こだわるので、どういう絨毯にしようかなっていつも悩んでるんですけど、今回はこのサンリオのにしました。初めてマイメロちゃんの絨毯買ったんですけど、子供っぽいって思われちゃうかもしれないんですけど、可愛くてこれはね買おうと思ったので買いました。シンプルな絨毯でもいいんですけど、このね可愛い柄を見てしまったのでこちらにしました。で、やっぱり冬になってもっと寒くなったらモコモコのやつをねまた探そうかなって思うんですけど、今はねまずとりあえずこちらにしようかなと思います。結構私絨毯変えるのが好きで、いろいろ絨毯変えたりしてるので、今ねこれにしたいと思います。お部屋もねちょっと今改装中っていうか、お部屋模様替え中なので、また整ったらお部屋紹介したいなと思います。はい、というわけで今回は島村で2点買ったので紹介しました。最後までご視聴ありがとうございました。本当にね今、まあ、ディズニーも売ってるし、サンリオとね島村のコラボが本当に可愛くて、まあ、パジャマとかあとポーチが結構売ってたりとかして、すっごい可愛いのでね、ぜひ皆さんもね島村に行ってみてはいかがでしょうか。こういうね小物とかクッションとかもすごいね、サンリオ可愛いのいっぱい出てるのでね、またね見に行きたいなと思います。この動画がいいと思っていただけたらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。サンリオが好きっていう方もグッドボタンお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、メルカリもやっておりますので、よかったらそちらのフォローもぜひぜひよろしくお願いします。ではバイバーイ。今日ちょっと前髪巻くの失敗して変なんですがすいません。